アイスティーラーズファンの皆様、ボンジュー、ご視聴ありがとうございます。お久しぶりです。ついにこの日がやってまいりました。リーグワン2023-24シーズン開幕です。この大事な開幕戦の相手は、昨シーズン入れ替え戦を勝ち上がってきたホンダヒート。順位的には少し下ですが、決して侮れる相手ではないと思います。3シーズンぶりに開幕戦きっちり勝って好スタートを切ってほしいと思います。チームに合流したばかりのオールブラックスの2人、そして新ヘッドコーチレニーヘッドコーチの公式戦初陣、神戸が新しいどんなラグビーをするのか本当に楽しみです。個人的にはやっぱり承信の兄弟対決、ここには注目したいと思っています。承信久しぶりの12番なので、80分通してどういう風にチームを引っ張っていくのか注目したいと思っています。今日は本当に天気良くて暖かくて、この今日無料で配っている開幕記念 T シャツ、これ1枚でも観戦できるような気温となっています。まあ細かいことは置いといて、本当に半年ぶりにこの神戸でスティーラーズの応援ができるのが本当に嬉しいです。今シーズンもスティーラーズの優勝を目指して、僕も全力で応援していきたいと思います。それでは開幕戦絶対に勝ちましょう。そして優勝しましょう。今シーズンもよろしくお願いします。ゴーゴー神戸。はい、試合終了しまして、スティーラーズ開幕戦見事に勝利しました。3シーズンぶりの開幕戦勝利、やっぱり嬉しいですね。ちょっと誰が何本取ったか分かんなくなるぐらい点取ってね、本当にスカッとしました。昨シーズンは60点取った試合なかったんで、去年のね雪辱を晴らしてくれました。本当にねどの選手も良かったんですけど、今日見ていてすごく良かったと思ったのが、トライの1個前のプレー、それが全部良かったなと。個人技だけでなく、しっかりチームでトライを取ることができているなと、今シーズンの神戸かなり期待していいんじゃないでしょうか。そして今日一番の皆さんの注目であったであろうアーディーとレタリック、この2人はちょっとね意味わかんないぐらいすごかったですね。なんか何をどうやってターンオーバーしたんだろうっていう、なんかよくわかんないんだけど、なんか気づいたらレタリックはターンオーバーしてくれてるんですよね。それから今日10番だったガットランド選手のキックの精度もすごく高くて、本当に今日の神戸はスーパーラグビーのチーム見てるような、もう本当にねそのくらい素晴らしかったです。セットプレーの精度をもうちょっと上げなきゃいけないなと、そこがちょっとまだ課題かなという感じはしましたが、まだまだシーズン始まったばっかりで合流したばかりの選手も多いので、まあこの開幕戦に関してはこのくらいで良かったんじゃないかなと僕は思っています。個人的に今日のプレイヤーオブザマッチはラウマペ選手。昨シーズン思った
っていたより実力を発揮できていなかったのかなという感じがしたんですが、オールブラックスの2人、それからニュージーランドのガットランド選手、こういった選手が入ったことによって昨シーズンよりもすごい伸び伸びとプレーできているような気がしました。それから35分くらいに取ったスンシンのキックパスからの北出ドンのトライ、ああいうスンシンの思い切ったプレーがまた戻ってきたなという感じもしましたし、しかも端っこで走ってしっかりキャッチしてトライ取ったのがフッカーの選手だったっていうのも僕はすごく良かったなと思っています。いや本当にね、今日はね見てて楽しかった。そして応援もね、やっぱり応援団の本気の応援素晴らしかった。選手たちだけでなく応援団も神戸は今年日本一なんじゃないでしょうか。来週はアウェー静岡でブルーレブズとの試合となります。僕も現地で応援する予定です。アウェーとなりますので僕が神戸にいる皆様の分も応援していきたいと思います。フランスで見たワールドカップも最高でしたが、やっぱり日本のリーグワンも最高だなと改めて思いました。決勝の5月26日まで、声が枯れるまで今シーズンも応援していきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。選手の皆様、スタッフの皆様、一緒に応援してくださったファンの皆様もお疲れ様でした。では次のブルーレブズ戦でお会いしましょう。メルシー、僕アビアント。